はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は新潟県の、えー、病院の助産師、正社員の方の給与明細です。えー、この方は28歳で転職したので、4年目の32歳。仕事内容は28歳で転職して、30歳で受産師をし、現在育児休暇中です。参考体の夜勤あり、フル勤務をしていました。業務内容は、えー 用残婦と、えー、産後の方のケア、分娩解除業務、新生児のケア、外来指導をしています。必要な資格やスキルは、助産師国家資格と看護師国家資格、必須ではありませんが、新生児蘇生法の資格と、えー、母体急変の資格を持っています。勤務時間は1日8時間の残業は0から2時間、多い時は4時間ほど残業があります。収入は月収33から41万で、 年収570万、ボーナス60万え。助産師になりたい方へのアドバイスとしては、命と向き合う毎日で働く環境によってやりがいはある職業だと思います。でも、目に見えてる、目に見える命とお腹の命を守ることは、心身ともにストレスのかかる仕事なのでえ、思っているよりも大変です。幸せばかり想像される職業ですが、え時には辛いことも経験します。覚悟を持って挑まな,挑まなければならないと思っています。 ありますで給与明細ですこれは育休中の給料なんですけど総支給が25万6100円で地域手当7683円総支給が26万3783円そこから控除が引かれて手取りが19万9251円となっていますで共済貯金で3万引かれてるので実際まあ22万 24万近いあ23万近い給料ですね、えー、育休中なんで、えー、満額じゃないんですけどまあこれだけ出てるんで、えー、助産師かなりいい仕事かなって思いましたやっぱ大変な分その分給料もいいってことが分かります今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします